はい、こんにちは、ギャンブバースの小林です。今回はですね、もうパリッと決まった TW 定番チューンの TW をご紹介させてもらいたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということでですね、はい、もう誰もが見ていただいても分かるような形の TW225 ですね、が、ご入荷してましたので、ご紹介をさせていただきたいなと思いますんでね、紹介、長くなるんですけども、長々なりますが、よろしくお願いいたします。もちろんまたがっているところ、エンジンかけているところ、車両のコンディション、各部取ってですね、説明していきたいなと思ってるんですけども、どうですか？ね、なかなかね、実はね、この TW ね、本当にいいのが少なくなってきてるんですよ。っていうのが、綺麗な車両が少なくなってます。はい、こちらの車両は2003年式の TW225 なんですけども、本当にね、TW200 もあって225も出る車両なんですけども、まあ、TW 自身が2007年に終了したモデルになってまして、本当にね、もう2007年から考えても12年前ですよ。まあ、こちらの車両を2003年ということなので、まあ16年ぐらい前なのかな。すみません、ちょっとパッと計算できなくて申し訳ないんですけども、はい、まあ、十何年経っている車両になっているわけなんですけども、やっぱり十何年経つとね、なかなか綺麗な車両がない、これ事実でございます。そんなね、車両なんですけども、ちょっとね、多少当店で手掛けさせてもらってる節はあるので、本当にね、ご安心して、販売できる車両になってますんでね、よかったらですね、こちらの車両をね、ご検討してみてはいかがでしょうかという前に、こちらの車両は販売車両になってますので、こちらの車両がかっこいい、欲しいと思った方はですね、ぜひこの動画の概要欄をご覧になっていただければ、グーバイクの広告先をリンクさせておりますので、グーバイクのリンク先をね、欲しい方はチェック飛んでいただいて、見ていただいて、写真とかね、価格とか、見ていただければと思いますんでね、よろしくお願いいたします。はい、そんな感じのね、車両にはなってるんですけども、ほんまにね、なんかこう結構グーバイク上とかでもね、本当に綺麗な TW がもうだんだんなくなってきてますし、で本当にね、欲しい仕様っていうのがないんですよ。特に僕思うんですけど、オールブラックな仕様がないね、全部黒ですね。だからホイールも黒、タンクも黒っていうようなオールブラックの TW とかってほんま見かける機会少なくなったな。そして結構テカテカしてないやつ多いやんって思ってしまうんですよ。要はもう結構ね、もう先ほども言いました、その年式的なところでですね、結構もう TW ね、もううちの方もね、できる限りね、仕入れていきたいなと思って頑張ってるんですけど、なかなかね、仕入れできないんですよ。もう綺麗なんかあんまりないからっていうことですね。はい、ただこれもね、結構いい機会なんで、本当に紹介していきたいな、もうおすすめしたい1台になっております。前後タイヤね、新品に交換させてもらったり、チェーン交換させてもらったりね、パワーフィルターもですね、新品に装着させてもらったりとですね、結構いろいろと手を加えましたんで、はい、本当に安心して乗っていただける1台になっておりますんでね、よかったらこの車両お見逃すことなくですね、ご購入いただければなと思います。はい、気になる方はね、このまま動画を引き続きご覧になっていただきまして、何が綺麗って何が綺麗じゃないのかっていうのもね、参考していただければなと思いますんで、よろしくお願いします。ということで、まずですね、ハンドル周りから説明していきたいなと思います。はい、ハンドルなんですけども、ハンドル自身、変更されておりまして、これ、当店製のですね、ギャングパーツ製のですね、DT1 タイプハンドルに、変更させていただきました。のでですね、乗り心地とかスタイルとかもバッチリじゃないでしょうか。あとでね、またがってるところね、映していくんですけども、はい、まあ、ハンドル自身は、まあ、新品でめちゃめちゃ綺麗です。で、グリップもね、交換させてもらいました。新品です。はい、まあ、ちょっとね、オーソドックススタイルのグリップに変更しております。で、まあ、このね、スイッチ周りとかね、まあ、動画で見ていただければなと思うんですけども、はい、いかがでしょうか、いかがでしょうか、いかがでしょうか。はい、多少のやれ感、劣化感っていうのはどうしてもありますので、多少ね、ちょっとタッチアップしてたりするところもありますんでね。はい、ただ現状、全体的に綺麗です。はい、でトップブリッジ周りもこんな感じですね。テカテカしてて綺麗じゃないでしょうか。はい、で鍵は1本になってます。はい、はい、
で、すいません、メーターなんですけど、メーターはね、北湖製のミニミニメーターが装着されていまして、メーター上表記では9721キロというような仕様になっているんですけども、走行距離は不明ということでよろしくお願いします。ただね、全体的な静かですね、エンジンかけた時のフィーリングとかいろいろ見てると、そこまで走ってるような感じはないので、ご安心いただければなと思うような次第でございます。はい、フロントフォーク周りとかもですね、本当に綺麗です。で、フロントフォークのダストシールですね、ダストシールって言ったらここなんですけどね、これもね、木島製のものに変更しております。はい、で、タイヤはね、もちろん新品なんで心配していただく必要ございません。新品です。はい、で、ホイールもね、全体的に綺麗です。はい、スポークもね、そのめちゃめちゃ錆びてるとかそういうこともないです。色塗ってるってこともないです。はい、で、タンクですね、その次見ていただければなと思うんですけども、こちらのタンクなんですけども、はい、これはね、当店で、塗り替えました。はい、めちゃめちゃへこんでたとかそういうことはありませんけども、なかったんですけども、塗り替えさせてもらいました。それはなぜかって言ったら、全部黒にしたかったからです。はい、赤色だったんですよ、もともと赤色だったんですけども、個人的にはオールブラック仕様が好きなんで、こういった形にさせてもらってます。はい、あらかじめご了承ください。はい、そしてタンクなんですけども、タンクはね、中身コーティング仕様になっていますので、まあサビとかは特に心配ないと思います。ないと思いますよ、まあ、コーティングしてますんでね、その辺はご安心いただければなと思うんですけども、はい、で、エンジン周りですね、で、これね、特徴的なオイルクーラーが装着されているような感じで、かっこいいですね。 TW にオイルクーラーってね、なかなかついてるやつないんですけどね、やっぱついてるとこう強調されてかっこいいじゃないですかね。で、エンジン周りなんですけど、エンジン周りね、多少のエンジンの塗装の剥がれありますけども、当店で塗ったとかそういうわけはないので、はい、最初からの質感がこんな感じっていうところなんでね。で、マフラー周りも本当にね、ピカピカしてるでしょ。はい、綺麗でしょっていう感じですね。はい、いかがでしょうか、いかがでしょうか。はい、まあ各ね、本当にね、まあ年式的そうな部分って言ったらそうなのかもしれないですけど、そうではないぐらいに綺麗だったと僕は思っておりますのでね。シートとかもね、破れなく全体的に綺麗になっておりますので、はい、いかがでしょうか。そしてね、 TW、もっと定番チューンのスカチューンのもね、スイングアームロングっていうとこんな感じですよね。はい、スイングアーム もこの伸びてるだけで本当にね、かっこいいですよね。はい、で、リアホイール周りなんですけども、リアホイールのスポークもね、大きなサビなく全体的に綺麗ではないでしょうか。はい、で、そしてね、リアホイール、リアタイヤもね、新品に、交換します。このね、前後タイヤだけでもね、普通に交換すると結構しますから。どれぐらいするんだったかな、タイヤ代だけで3万を超えるぐらいじゃないですかね、TW って、うん、それぐらいはするんで、まあ、工賃含めるともうちょっとかかるんですけども、それがもう前後新品なんで、本当にご安心、していただけるようにですね、タイヤ入れ替えさせてもらいました。そしてね、チェーンなんですけど、チェーンもね、新品入れさせてもらってます。新品のチェーンのね、RK のチェーンになっておりますので、安物チェーン入れてません。もともとね、ロンスイにやってる時のこのチェーンってね、結構安物ついてることが多いんですよ。安物ついてることが多いんですけど、いいチェーンにはめ替えさせてもらいました。そして、次説明ね、言うと、まあ、パワーフィルターもね、まあ、エアクリーナーでありますので、これも新品にもう交換させてもらってます。木島製のものに付け替えさせてもらいました。はい、で、反対側のエンジン周りもね、ご覧になっていただければなと思います。はい、全体的にね、まあ、本当にね、全然綺麗と言えるようなコンディションではないでしょうか。はい、ね、動画をご覧になっていただきまして、各もね、チェックしていただければなと思います。はい、保護シールも全体的に綺麗で、その時破れないですしね、タンクは塗り替えてますので綺麗です。はい、もともとのタンクも綺麗でしたよ。はい、ね、そんな感じですね。で、フロントフェンダーは言ってなかったですけどね、 FRP の社外品製のフェンダーが装着されているような感じですね。はい、まあ、定番チューンといえば定番チューンです。はい、で、ね、定番チューンで、スカチューン仕様になっているわけなんですけども、これ、まあ、エンジンかけていきたいなと思います。
感じですね。エンジンのコンディションもバッチリです。エンジン自身変な異音とかももちろんなってませんし、アイドリングとかも安定しております。確認なども見ておりません。はい、ご安心いただけるエンジンの仕様になっているんじゃないかなと思いますのでね、ご安心いただければと思います。はい、そしてですね、次に、またがっているところをご覧になっていただければなと思うんですけど、僕の身長が172センチになっておりまして、172センチ、体重が70キロぐらいというような感じなんですけども、まあ、足つき性に関してはですね、まあ、ちょっと無理したらっていうよりか、まあ、まあ両足につきます、つくんですけども、まあ、ちょっとね、かかとが上がるぐらいな感じですね。はい、まあ、TW らしいって言ったら、もともとそんな低いっていうような乗り物じゃないので、はい、まあ、そんな感じで、足つき性で言ったらね、まあ、その気になるようなレベルの高さではないのかなと、個人的には思います。で、まあ、先ほど言いましたそのハンドルのポジショニング関係ですね。で言うとね、本当にちょうどこう抑えやすくてこう乗りやすい感じのハンドルを付けさせてもらってますので、まあ、当店のオリジナルハンドルですのでね、まあ、本当に言うとあの DT1 のレプリカタイプハンドルにはなるんで、あのヤマハらしい、ね、ハンドルで、なおかつちょっとこうかっこよく決めるっていう感じですね。別にね、あの DT1 に付けることももちろん最高なんですけども、こういった TW をつけるのもかっこいいんでね、基本的にこう気に合ったなって方はですね、お問い合わせいただければ、当店のホームページ見ていただければご購入できますんでね、よろしくお願いいたします。はい、まあ、こんな感じですね。本当にこうちょっとこう斜めになるぐらいがかっこいいんじゃないかな、僕的には、そういった勝手な美学でございます。はい、そしてね、エンジン、まあ、またがって、スタンドに、足かけてるとこんな感じですね。まあまあ TW らしいなというようなポジションですよね。はい、いかがでしょうか。まあね、TW って本当にね、足代わりに本当にこうね、一時もいろんな人が乗ってたんじゃないかなっていうくらい、本当に一日自体は見たんじゃないかな。タイム車がこんなに販売されてない時代にね、本当にバイク TW よく見たな、街中でよく見たなって言われるぐらいのバイクですよね。僕だけですか、そう思うのは。やっぱりね、もう今から言うともう十何年前にね、一世を風靡しましたよ、ビューティフルライフで。それからもう TW 人気に火がつきまして、こういったねストリートカスタムって言われるね、こうロングスイングアームがついてスカチューンっていうようなね、仕様が流行りましてですね、もうそれから結構一時の時を経ましてですねね、今に至るわけなんですけど、やっぱりね、この当時これに乗りたかったけどっていう方ってまだまだいらっしゃると思うんですよ。僕もそのうちの一人ではあります。はい、ただね、今となってきてはもう答えがいい答えが少ないというところがありますんでね、お探しの方はぜひこの車両をご検討してみていかがしてみていただいてはいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。神々やな。はい、という感じでね、今回もね、久しぶりに車両を紹介させていただいたわけなんですけども、ギャングパーツの動画ではですね、こういった販売車両の紹介をいろいろさせていただいておりますので、まあ、これにこれずですね、いろんな車両をご覧になっていただければなと思いますんでね、その際にもこれからもね、紹介していきますんで、気になる方はチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。そしてこの動画が良かったなと思った方はグッドボタン押してください。よろしくお願いいたします。ということで、今回はね、TW225 ロンスイオールブラック仕様のですね、ご紹介をさせていただきました。今回もありがとうございました。